どうも、リュウです。コロカツチャンネルへようこそ。今回のテーマは、行動をするのに絶対備えておいた方がいいメンタルコントラストという方法です。ざっくり言うと、行動していくのに全部うまくいくなんてことは絶対ないんですね。なので初めから備えておくことで脳がパニックになったりせずにその行動が行えていきますよっていう話です。はい、それをまあ分かりやすくね、実際ワークしながらちょっとやっていきましょう。それでは行ってみましょう。コロカツはあなたがあなたらしく就活とはまた違った形で自分自身と向き合うことができる今でしょ。でも書いて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 一番怖いのは書かないこと。時間は有限。皆さんは選べるんです。自分の知らない自分に支配されてる。考えるんじゃなくて感じる。選んでください。コロカツ。それではメンタルコントラストという話をしていきます。ざっくり言うと、しっかりとイメージをします。どんな風になりたいかなっていうイメージをします。でどんな感情になるかなっていうイメージもします。はい、でそれ結構心地よかったりする方がいいですね。バーッとイメージして、でここまでいくとアファメーションっていうやつなんですね。要は何でも叶うよみたいになって気持ち高めるっていう方があるんですけど、それ何を怖いかっていうと、世の中そんなに甘くないよっていうことなんです。考えるのはシンプルで楽なんですけど、実際そこに行くのって優しくないんです。例えば僕この動画 YouTube 結構舐めてました。まあ要は撮ったらそのまま流したらいいかなぐらいに考えたんですけど、編集時間かかるんですね。もうでテーマ何話そうかみたいな結構悩んだりするんですね。であとはその撮ったのみんな見てくれるかなっていうの見るわけじゃないですか。で僕まだ登録者50人ぐらいですよ。全然ダメダメなんです。そしたら僕の喋りが悪いのかなとか、話すネタがマニアックなのかなとか、ニッチなのかなとか、けどまあ僕はめげずにやりますけども、要は思った以上に簡単じゃないということです。なのでメンタルコントラストの一番大事なところは、想像して何をしたいかっていう、想像してどんな感情になるかなって、それしたらどういう気分になるかなって考えて、そして想像しうる範囲の障害をイメージするっていうことです。でこれが結構僕大事かなと思ってます。で例えばこの YouTube の話でいくとですね、僕別に YouTuber っていうわけじゃないわけですよ。YouTube を撮って動画をに対して僕はコメントしてるんですけど、多分これしたら、僕ずっと伝えたかったっていうのがあったので、自分の思いとかで、みんなはもっと楽にできないかなとか、そんなに荷物背負わなくていいのになって思ってた部分があったので、なんかそういうのを形にしたいなと思ってるんですよ。でこれができたらなんかすごく、人の役に立ってるかなとか、自分にもできることがあるんじゃないかなとか、自己重要感とかですね、満たされてもっと僕は幸せな気分になれるんじゃないかな、そしてこれを見てくれた人はもっと元気になれるんじゃないかなって、こうお互い耳になるんじゃないかなって思ってます。でも思うのって簡単なんですよ。でこの前の動画で話したように、やるかやらないかで迷ってやるかやらないかなんですよ。もうシンプルで、やらないと思った人はやらないし、やりたいと思ったらやったらいいんですけど、こんな単純な話じゃないわけじゃないですか。だから僕は5、4、3、2、1、5ってやるわけですよ。で今日もこれ撮ってますね。はい、で YouTube、撮りますと。で実際撮るとき何困るかなと、まずどういう環境で撮影するかとか、あとそうなるかな、編集ができるのかなとか、要はいろいろ考えるとやらなくなっちゃうんですよ。例えば編集できないから撮っても意味ないなとか、ネタが喋れるかどうかわからないからやめておこうとか、でそういう時に A だったらどうするか、つまり if then っていうやつね、もし〇〇だったら〇〇するって決めるわけですよ。何かプロジェクトする時もそうじゃないですか。で何かを行動していく時に絶対うまくいくっていうこともないので、仮説を立てておくんですね。こうだった時にはこうするとか、こうなったらこうなるんじゃないか、その通りいかなかった時にどうするかだけの話なので、動画の場合であれば撮影はできると、ただ編集ができないからどうしようってなったら、編集の動画の勉強をしっかりとした上で動画を撮った後にやると。でその動画も初心者向けの簡単な動画を、2本だけ見るとかで、それを見てその通りやっていくみたいな。だから最高のクオリティを出すためじゃなくて、まずは自分の伝えたいことが最低限
嫌じゃなく伝わるものにしようっていうふうにまずは撮って作り上げるっていうことですね。これをしようが一つで、撮る気になるかならないか思うってなったんですよ。要は撮影をしたくないなとか面倒くさいなってなった時どうするか、5秒ルールを使うって決めてます。だいたいやります。で、めちゃくちゃ痩せてから撮ろうとかね、ちょっとこう隠してやろうとかいろいろ考えたりするわけですよ。でももういいやめました、僕のありのままでいこう、どんな風に見えてもいいやって思いました。だって僕が伝えたいのは僕を見せたいんじゃないんです。僕が思ってて本当にこれを見てくれる 人にちょっとでも楽になってもらいたいとか、ちょっとでも自分で最高なんだよって気づいてもらいたいだけなんです。だから僕がどうこうとかいいじゃんっていう話になったんですよ、僕の中で。だからやってますみたいな、そんな感じで想像できる障害っていうのを考えましょうということです。で、できたら3つぐらいパッパッと出して、その中で本当に現実的に起こりそうなものだけ一つ抜き取って、それに対して対策を立ててみてくださいって言います。 A ならば B をするっていうふうに決めてると脳はめちゃくちゃシンプルに行動できます。それが多ければ多いほどいいです。不安が消えます。不安の原因っていう話したかな、わからない、見えない、知らない、これも不安の原因になります。不安が多いと行動が止まります。いいことないですよね。なので不安を消すためにも障害になるものをしっかりと出しておきましょうということです。その中で一つずつ、まあ一番はもうとりあえず現実的に起こりそうなものをまずピックアップしていって、一個ずつこうするこうするって決めていきましょうということです。これだけで随分変わります。僕は仕事の場面でも使ってます。実際後輩のこの育成の時とかですね、そういうのを使ってやりましょうっていう話をしてます。そして、自分が対象にしているんですね、相手に対しても、実際使ってますし、コーチングの中でも使うようにしてます。かなり実践的で、行動が全部ほぼほぼうまくいくんじゃないかなと思ってます。で、僕の好きなゲームですね、ゲームでも全然通用することですし、いろんな時に本当に役に立つので、このもしこうなった時にはこうするって決めておくっていうのはストレスが本当に減るので、ぜひやってみてくださいということです。はい、それではまとめに行きます。今日ですね、行動するときに、その行動がですね、よりうまくいく方法としてメンタルコントラストを使ってみようという話をしました。しっかりと自分のなりたいものをイメージしてですね、それをやったらどうなるかなって考えるんですね。で、幸せな気持ちになる上にさらにそれを現実的なものにするために予想できる障害っていうのを考えるわけです。で、それがもし起こったとき、実際それが生じたときに障害が目の前に来た時どうするかっていう対策まで考えておきましょうっていうことです。これをすることでより行動がしやすくなりますし、実際行動がうまくいきやすくなります。ただそんな簡単じゃないので、やはり予想しないような障害も出てくると思いますけど、少なからず一歩歩くごとに障害に当たってたらもう嫌になっちゃいますよねって話なので、なるべくそれを最初のうちに減らすためのワークだと思ってやってみてください。とにかくですね、僕の動画で言ってることっていうのはやらないと全く意味がないです、はい、できたらやってください。僕結構やります、はい、僕あんま頭が良くないというか、整理できないものなんで、とりあえずやってみようタイプなんですよ。だから周りの人からは効率が悪いって見られてるかもしれないし、またやってるよって思われてるかもしれないですけど、いいんですよ。僕はそれで得しかしてないんで、みんなよりも経験が多くできて、かつその結果も体感してるので、知識で知ってる人よりも何ぼでも実践的な、実力がついてるわけですね。だから誰よりも行動力あるって思えてます。まあ僕の見えてる範囲ですよ。どんどんできてる人はもっとできてますけど、そのぐらい、行動してきたのでずっとですよ。だから少なくとも、僕のこの動画を見てる方はですね、知ってるよじゃなくて実際やってください。知ってるはもうこれから通用しないと思います。だってみんな知ってるんで、情報社会ってそこなんで、知ってるはもう最低限なんで、逆に言うと知ってなかったら情弱ですね、情報弱者になっちゃうんで、知ってるができる、もしくはしたことがある、経験したことがある、ここまで行ってないともう多分追い越されちゃいますから、ぜひやってみてくださいということです。はい、
必ずですね、困ったりすることがあるし、自分では分からないということもあるんですよ。障害が出てこないとか分からないという方ですね、いると思うんで、ぜひコメントください。僕の分かる範囲で対応していきます。そしてとにかくですね、やってみることです。もう5秒ルールですね。この動画見終わったら5、4、3、2、1でパッと書き出してください、やりたいこと。でそれやったらどんな気分になるかなっていうこと。でそれをやった時、わーよかったなーで終わるんじゃなくて、できそうがーとかそんなんじゃなくて、それやるときに起こりうる障害っていうのを考えて、それを、それに対してどうするかっていうのを決めてやるっていうのをしてください。そうするだけで本当に手に入ってきます。少なからず僕はそれをやり始めて変わってきたっていうのは事実ですから、ぜひやってみてください。はい、それでは、今回の動画ですね、ためになったな、よかったなっていう方、いいねもしくは高評価、そしてチャンネル登録よろしく、あ、この辺かな、あ、入れてないか、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、それではまた。